今からですね、実際にバッタモンのサイレスプレイの噴射実験をしたいと思います。実はさっきね、この動画の前にちょっと練習しようとしたら簡単に出てしまったもんで、まあ、ちょっと見ていただけますかね。ですね、この、まあ、1500円のサイレスプレイ、今実際に噴霧してみたんですけども、完全に的を捉えました。約2m50の位置からです。ですので、これは使えるってことが分かりました。で、大きさ的にはだいたい10センチで、幅がだいたい2センチですね。ですので、まあ、境内にこれでね、今ちょっともうちょっと近づくとあれなんですけど、周期がものすごくてですね、まあおそらくですよ、こいつをまともに顔面に食らうと、まあアウトかなって感じしますね。で、これのですね、さらに上のタイプ、ツオンフィリップのやつをちょっとやってみます。これがツオンフィリップですね。で、ですね、今この位置が3メートルです。まあここはあえてですね、でも3メートルの位置から、打つには、まあ約これですね、前の言った位置ですね。ちょっと打ってみますね。ですね。届いてますね。じゃあもう一回打ってみます。少し離れてみます。やっぱり今思うと思ったんですけども、約やっぱり3メートル先であたりで打つのがベストっぽいですね。やっぱりこれで2メーター50ですね。でこれで構わなくなりましたけど、でね、今ちょっとふと思ったんですけども、ちょっとその前取れなかったんですけど、ちょっと失敗して、これむしろこっちの方が、小さい方がですよ、噴射的にはうまくいったような気がしますね。かなりね、このアースタイプのやつだったんですけど、今ちょっと押し切ってしまったんですけど、非常にうまくいったなと思ってます。で、ツーオンフィリップの場合は、まあ、色付きですね。ちょっとしてますね。ちょっと意外な結果ですね。今ふと思ったんですけどね、これ同じものなんですけど、安い方のね、こちらとこれ一緒のものなんですけども、今ふと思ったんですけど、これのね、だいたい4000円するやつと、この1500円の小さい方ですよね。ものに関してね、じゃあどっちが今ねいいかって思う、自分ですよ、今実際に実験した結果ですけども、自分の体感的にはこのミニの方が非常に使いやすくて、まあまともね、その当てやすいなっていうふうにちょっと今ふと思いましたね。実際これ使ってみた感じの感想ですけど、で、つまりね、サイレスプレイの問題って実はここにあるんですよね。要はね、実際に噴霧するってね、結構重要なことなんですよ、サイレスプレイって。でもね、ほとんどの方が、その有効期限が来たら、まあ、捨てる前にね、実験しようとかね、そういうこと思うんですけど、買った直後っていうのは、やっぱりお守り代わりしても打とうとかね、まあ、その時が来たら使うから、娘さんに、まあ、渡しておこうとかね、そういうふうにちょっと考える方が多いと思うんですよね。で、本来だったらですよ、こういうサイレスプレーって、まあ、これだったら、例えば、まあ、自分でしたらね、本当は5本ぐらい欲しいんですよね。まず噴霧の距離を測りたいっていうことと、風の中でじゃあどうなのかっていうことと、実際威力がどうかってことで人体実験するかってことと、あとはそうですね、角度ですよね。下から出るのかとか、下からでもこういう下でもできるのかとか、そういうことを今ちょっと思いましたね。で、ちょっとね、この動画を、この最初のこの実験動画がね、ちょっと撮れなかったのがちょっと非常に申し訳なかったんですけど、まあ今の使う前に実はもうちょっと失敗してあれですね、録画ちょっと失敗してしまったのでやったんですけど、非常にねこれ使いやすかったですね。まあで、往診濃度も15、かなりの周期来てますんでね、まあ直撃したら多分
やばいんじゃないかと思いますね。で、これはね、悪くないですね、これは。非常に使いやすかったですよ、さっき。あの、同じこのタイプと比べてもね、むしろこれよりも、この4000円ぐらいする高いやつですよ、同じタイプの。よりも、この小さい方がね、ちょっと良かったって、ちょっと意外な、これはちょっと自分も意外でしたね。あの、こっちの下の小さい方が良かったですね、実際は。打ってみて今色付きはね、あの、まあ、こういう風についてすごい周期なんですけども、最初のね勢いのこのやつっていうのはなかなか良かったなと思ってますね。これはちょっと意外ですね。つまりね、今初めて自分もこのサイディスプレイを噴射して思ったのが、こういう受験ができないんですよね。つまりこれはね、ポリスマグナムでもそうなんですよ。実際にね、自分で打つってこと重要じゃないですか。練習でモデルガンでも何もそうですけど、打ってその手応えをね知るっていうのは非常に重要なんですけども、あと実際そのメーカー表記からどれぐらい飛ぶのかっていうのも実験したいところなんですけども、そう考えると、この2本もし比べてどっちを買えばいいって言ったら、自分前だったらこれ勧めたと思うんですね、ツーオンフィリップを。でも今打った感覚で言えば、この下の小さい方のスライドさせて打つタイプの方がおすすめかなと今思いましたね。これ実際問題ですよ、安い方が。高いものよりもですよね、容量にしても。まああれだけの噴射時間、まあそのお店で言えなかったらちょっともごめんなさいですけど、こいつの噴霧の距離もそんなに、大体ここらで打てましたんでね、だから非常に良かったと思ってますね。威力もかなりあると思いますよ、この周期からすると。まあじゃあ次の実験ですよね。で次がですね、前も説明したセイバー社ですね。セイバー社のねやつのね、結構いい点っていうのは、こうね、あの袋がついてるんですよね、袋、まあ、ベルトホルダーが。でまあこうやって開けて、まあこのまま噴霧もできないことはないですよね。ちょっとこれは開けてみますね。ちょっとカメラ一旦ちょっとしてますけど、こんな感じです。メーカー表記だが 5m 飛ぶって感じですね。でこれのね、じゃあセイバー社の特徴は、まあ、有名なってことと、まあ結構アメリカの方の警察ですかね、ロサンゼルスとかこういうところでまあ採用されてるってことらしいんですけども、その事実はまあ確認は自分はどうやってしたらいいのかよくわからないんですけども、で実際これのね、レビューを見て、アマゾンのですよ。そうするとね、ここの、まあ、販売代理店の社長さんとお会いしたっていう方のレビューがあったんですよね。でかなり、まあ、法律的なものと効果とか、そういった裏付けみたいなものを、まあ、考慮して、まあ、これを輸入していると。輸入代理店ですよね。代理店になっているということが書いてありましたので、まあ、そういう点では信頼が置けるのかなと思います。で一応、まあ、これもはっきりしませんけど、まあ、某弾薬ですか、弾薬かなんかの研究所が調べたところ、まあセイバー社は他のメーカーの催涙スプレーの、まあ、約3割に不良品があったのに対して、まあ、ほぼ 100% 問題なかったっていう検証結果が出てるらしいんですけど、じゃあそのソースがどこかっていう、ソース元がどこかっていうのはちょっといまいちですね。ということで、これをまず噴射してみたいと思います。同じ位置からいきます。これはジェルタイですね、いきます。わあ、すごいですね、これすごいですよ。もうね、なんて言うんだろう、打ちやすさはね半端ないですね。打ちやすさは本当半端ないですよ。飛びもさっきのね1500円のエリミネーターを押しましたけど、その日じゃないですね。やっぱりこれ押して発射しないと分かんないですね、これはね。ああ周期もありますね、結構ね。でこれをね、まあ全量使い切ってもいいんですけど、まあ、これの、飛びは確かにね今一番良かったですね、非常に良かったです。
有効期限も長いです。前も説明したとおり有効期限も長いし、かなり飛びますね。とりあえずまず噴射実験に関してはまあ以上にします。でまた検証結果というのは後ほどまた動画で、また別動画で述べたいと思いますけども、いやこれの打ちやすさは今半端なかったですね。ちょっとびっくりですね。本当に打ちやすかったです。ジェル状なんでね、もっとね難しいのかなと思ったんですけど、相手の的は大体簡単に取られることができたんで、さすがだなって今ちょっと思いましたね。これはじゃあ とりあえず一旦これで動画切ります。はい。